俺もね、去年自分の大学ね、学食食べようとして入ったことあるんですよ。てか入れなかったんだけど追い出されました。なんか学生証出してきてみたいな感じで、今コロナ禍で結構セキュリティ厳しくしてるからさみたいな、あんまり関係者以外は入れさせないようにするんだわとか言って、妨害されて追い出されました。もうすぐ前期テストでやんす。小宮君自信あるでやんすか。バッチリだよ。いやだから俺さ、学食食べに行っただけなんだよ。普通どこの大学もさ、飯とか食いに行けんじゃん、一般ピーポーでも。でも今は多分厳しいらしいんだよね。コロナのせいで。うわーすごい自信でやんす。ということは授業のノートが揃っているでやんす。え、揃っているでやんすね。うん、まあね。男やべ、あ、男やべ秋を一生のお願いでやんす。そのノートをオイラに貸してほしいでやんす。お前自分で取っとけよ。まあここはちょっと仲間評価も上げるために貸しておきましょうか。ありがとうでやんす。断る理由もね、特にないし。助かったでやんす。それからノートはなかなか返してもらえず、あまり勉強ができなかった。ざけんなよ、おい。俺の学力返せよ。なあ、もう、デメリットあったよ。メリットしかないと思ったら、ちょっと一回休みましょうか。こういうやついるよな。ほんとやめてほしいわ。まあでも俺はね、どちらかというと貸してもらった側の人間なんでね。ちょっとランニングしてタクス上げていきましょうか。まあ、これでもキャプテンとね、監督の評価上がるんで。え、嘘、なんでだよお前さ。今、怪我率そんな高くなかったじゃん。3% だったじゃん。ねえ、言ってよ、本当に。小宮君大変でやぞ、お前。ノート返せよ、見舞いはいいから。そんなに慌ててどうしたの、矢部君。今週は前期テストだったでやんす。小宮君はテスト受けなかったから。え、なんでだよ、お前、留年したんだけど。嘘でも大丈夫でやんす。おいらが先生に頼み込んで追試してもらう話をつけたでやんす。知らねえよお前。追試は4月4週でやんす。でもこの試験すっぽかしたら留年決定って言ってたでやんす。留年したら野球部退部でやんすよ。だから早く直すでやんす。うぜえこいつ。わざわざありがとう矢部くん。お礼なんて水臭いでやんす。じゃあおいら帰るでやんす。追試頑張らねば。なんでいつもこういう最悪なタイミングでさ、怪我すんの？おい。あ、一週間でしたよね、全治。オッケーオッケー。あれ？あそこにいるのは大倉先輩。先輩！ちょ、こち亀見てたからね、中川みたいな言い方のイメージがあるね。先輩！なんだ、小宮か。どうする？何よ？一緒に帰る？一人で帰る？まあ、こいつキャプテンですからね、コンビ、打った方がいいと思うんで、一緒に帰りましょう。俺も今帰りなんですよ。何の話をしよう。野球の話、勉強の話、ありふれた話。ありふれた話ってなんだこれ。これにしましょう。先輩って彼女いるんですか。僕の心の傷はまだ治っていないんだ。まだ話題を変えてくれないか。何こいつ。え、付き合った経験あるんですかね。振られたみたいな言い方しましたけど、まあいいや。雑用しましょう。玉磨き。これ玉磨きしてるのか洗濯してるようにしか見えないんだけど、一回ちょっと休みましょうか、ここは。やべえよ。お、レベル2に上がってるね。素振りしていきましょう。今日も練習頑張ったな。そろそろ帰ろうかな。夜の神社って静かだな。ちょっと寄ってみようか。へえ、思ったより明るいな。この明るさなら練習できるぞ。何の練習をしてみる。まあやっぱり打者なんでね、素振りしていきましょうか。俺素振りってよくわかんないですけど、そのバット振ってるだけで球当たるようになるんですかね。疑問なんだけど。フリーバッティングとかだったらわかるんですけど。あ、来たよ、追試イベント。今週は追試だ。何としてでもいい成績を取ってやるぞ。そして、試験はあっという間に終わった。まあ、ちょっとノートを奪われちゃったからな。やべえのクソ野郎に。あんまりできなかった。やべえ、忘れてたわ。あれ、勉強するってコマンドありましたっけ、これ。試験の結果が発表された。一般教養科目40点。これどうなの？ 40 点ってさ、赤点じゃないから、
いやでもね俺の大学はね60点以上取んなきゃ確か単位取れなかったからこれやばいんじゃないの、落胆したんじゃないの、65点、そうだよねやっぱり赤ついてるし、体育だけ80点だった、外国語42点、専門科目57点42点、今回のテストの取得単位数9、ちょっとやばいんじゃないのこれ、1年生からの合計取得単位数39、え何これちゃんと、何そういう設定とかあんの、何単位に取んないと卒業できないとか、やば、なんか昔のパープロってしっかりしてんだなここら辺。